さんおはようございます。時刻は9時30分を回りました。 FM 宜野湾からお届けしています。嘘のような本当の和、本当の和の和は話と書いて和と読んでいます。そう、嘘のような本当にあったお話をお届けしていく30分。本日パーソナリティを務めます久保ひろこです。どうぞよろしくお願いします。そして今週も東京の00 イーストドクター水素ボトルの北条雅弘さんをお迎えしてまいりたいと思います。はい、おはようございます。おはようございます。北条さんよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。なんかね、先週ねゲストに私、うんね、出演させてもらいましたら、なんとこうコロッと変わった感じよ ね、 いや、パーソナリティできんじゃないみたいな軽い感じであれ、私がパーソナリティをでも声の感じがプロって感じでね、急に変わりました。さすがですね。ありがとうございます。なので、はい、この週は私が、はい、務めさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。さて、今週も素敵なゲストの方をお迎えして嘘のような本当の和の話を聞いていきたいと思います。今週のゲストは大阪からお越しの近藤友司さん、どうぞよろしくお願いします。はい、おはようございます。近藤です。おはようございます。めちゃくちゃ元気ですね。めちゃくちゃ元気です92歳だすごいんですよ、ね、このラジオの前がね、あの100年体操っていう番組が流れてるんでね、すごい、まさにね、その皆様にお届けする、本当です、92歳のパワーを。92歳のゲストですよ。最年長じゃないですか。最年長ですね。やったー記録です。記録、そんな、もう本当にあのラジオっていうのが残念なぐらい本当に92歳にね見えない、ね、いや私本当にあのね、しばらく全然お年聞くまではあの80ぐらい、わかります、まあおじいちゃんと思うんですけどね、全然もうめっちゃ笑ってますけどね、本当元気ですよね。本当肌ツヤも良くて明るくて元気な92歳の近藤友司さんに今日はお話を伺っていきたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。どうですか沖縄。いや沖縄素晴らしいね。ねえ、いや、あの僕実は30年ぐらい前に1回来てるんですよ、うん、ただあの会社の社員旅行で団体でぐるぐる回っただけなんで、うん、印象はあんまりなかった、うん、同時に30年っていう時間だもんね。そうですね、うん、全く初めての街のように感じてね、右向いても左向いてもなんか物珍しくてね、楽しかった。楽しい、楽しんでいただいてますね、うん、沖縄も ね、すごい。なんかあのどうでしたか食べ物は。あ、食べ物はね、うん、あの沖縄そばだよね、うん、まずはあの大阪でね沖縄そばをなんて言うんだろう、実験的に食べてみようという気持ちでね、うん、2軒の店を食べ歩いた、うん、がなんだこれは大変失礼な言い方だけれどもあの、これをうまいとしている沖縄人の感覚ってどうなんだろうと思った、うん、大変失礼な言い方だけど本当にそう思った、うん、ところが食べて、今日食べてみてね、本場で食べた沖縄そば、おっとまげただってさ、普通のおそばはまあいろいろ食べてるしラーメンも食べているけれども、うん、あのこんなに一口すすってみて、おおって、うん、おってなんかびっくりしたようなうまさだったの、うん、初めての感覚だった、うん、で大体まあ、 あの年齢も年齢だからあんまり量が食べられない、だから今日は小という丼をもらったんだけれども、うんうん、ペロリと完食したよ。本当美味しかったね。素晴らしい。すぐ娘にね、うん、あの LINE で、うん、沖縄そば食ったぞって、うん、うまかったぞってね、うん、あの LINE に打ったところ、いや素敵な沖縄旅行です大丈夫ですか。大丈夫です、ね、いいです、はい、素敵、やっぱり満喫ですね沖縄。そうだ ね、 ねまあ、今回はまあこういう、まあ、仕事と言っていいのかどうか分かんないけども、うん、いうことで来たけど、ね、これ100% 観光 で、 そうです、ね、あの再び来たいと思いました、ね、素敵です、うん、こんなあの近藤さんがその今やってらっしゃる日本スマイリスト協会、うん、このすごい近藤さんね、スマイルがいい本当にラジオがもったいないぐらいあの、ね、スマイルがいいんですけど、うん、こういう、うん、あのね、はい、どういう、これ始めたのが昭和60年、
だから今から39年前なんだ、僕が53歳の時、あの実はね、まあ、その前を話したら長くなっちゃうから簡単に縮めると、東京で大阪の女の子と東京で結婚したんだけど、女房が病気になって、それを治療するために大阪の彼女のふるさとへ戻ってきた。さて勤めで僕はそれまでやっていた仕事と関係なく何をやっていいかわからない、で結果的に、まあ、いくつかの会社に勤めたんだけれど、連続してね4社に勤めた。それ全て倒産した。こんなケースなかなかな確率ですね。ちょっとないと思うよね。大体がね、4年から5年、3年から5年ぐらいの間かな、に一番最初は不動産屋さんで、これ倒産した。でもその勤めてる間に宅地建物取引主任の国家試験取って、でそれが倒産したんで、今度はそれを持って看板にして別な不動産会社、そしたら最初から係長で就職ができて、でこれもやっぱり4年ぐらいかな、会社倒産した。そしたらスーって宝石会社からスカウトがあって、私宝石のことなんか何も知らないよつって、大丈夫です大丈夫ですつって、何が大丈夫なんだろうね、とにかく教えますからということで、まあ、勤めて外商3年やった。うん、でそこも倒産した。へでもう嫌だって、会社勤め嫌だと思って、で自分で商売しようと思った。で市場の花屋が権利を売りに出してたから、お花屋なら娘に継がせられるじゃないかという安易な考え方で飛びついた。ね、朝のこの仕入れから、そしてトラック買って、なんだ路上販売もしたりして、夜中の朝の4時頃から夜の11時頃まで働いた。そしたら路上でトラックでこう荷物を下ろしてる時に倒れて、で救急車で病院入ったら心筋梗塞という疑いで入院。でも結果的に1ヶ月で心筋梗塞ではなかった。原因は過重労働、労働が過ぎたということでね、花屋ドクターストップかかった。ね、でもあの時ありがたかったのはね、市場の人たちがその僕の花やらトラックやらそれを全部始末してくれて、でこんだけになったよってお金をくださった。であとは治療法一筋だと思っていたら、僕の友達が見舞いに来て、でもう退院だっていう時に、じゃあこんちゃんうち来いよって、うちは医療関係の会社、お医者様関係、手術台とか薬局の棚とかそういうものを製造販売する会社だから、どこで倒れても病院だから大丈夫だって言われてね、よしじゃあそれこれでをやり直そうと思った。でこれも5年ぐらいかなで倒産した。それが昭和59年の12月だった。さて記憶、どうしようと考えた。もう勤めも嫌だし、で商売僕は下手だからダメだ、じゃあどうしようって半年間大阪の町をぐる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 歩いてね、ものを考えた。そしたらドブ池筋で商人さんの笑顔を見て、あ大阪の笑顔ってこれかって気づいた。何に気づいたかっていうと、人様のお客様の顔を見て商売してる時は、あそうでねそうでね、大きに大きに大きにっつってね、もう笑顔してるんだよ。僕は道路のこっち側からこう盗み見るんだけどね。そしてまあ商売が終わって、へ大きな大きにだ、大阪弁上手にしゃ言えないけど、またお越しようってなことで、ね、いいこんなんだよ、ちょっとね見てる人には分かるよ、こうニコニコしてる、あ大きにどうもまたどうぞお越しにってお客さん向こう行ったら孫に突然無表情になっちゃう。この人商売人じゃねえなと思ってた。で何軒も何軒も見て歩いたら、ほとんどの人がそうだった。あ、大阪の笑顔ってこんなんかと思って、大阪ってのは笑いの本場って言われてるじゃない、
だけども笑いと笑顔とは違うんだよ、うんうんうん、普通笑いっていうのはね、感情で面白いとか楽しいとか嬉しいとかっていう笑える情報があった時にはできる表情ね、うん、それがあの普通笑いと言っている笑顔でも僕はそうじゃない。あのね、面白いとか楽しいとかって笑うのは別に人に教える必要はないよね、うん、問題は普通の生活の中で家族にしても職場にしてもあの顔があったら、あ、おはようございます挨拶をする、朝ならばね、それからあのいろいろと商売上のこの対話をするにしても、そこに笑顔があったら物事って順調に運ぶんだよ、うん、なのに難しい顔をして喋る人が多い、うん、まあその他もろもろあるんだけれども、そういうことから発して笑顔教室を始めた。それが昭和60年6月23日、忘れもしないで始めたら、ね、一番最初、あ、2番目か、一番最初はね、ある、会社のほら団体の異業種交流会があるよね、うん、でそこの、講演会担当の人から電話があって、で、ああ講演してもらえませんか、ああ喜んで伺いますって言って、それで、はい、講演料はおいくら用意したらよろしいでしょうって言って、講演料ですか、あ、ちょっと待ってねって言って、講演料いくらって言ったらいいって、周りの連中に聞いたら変わった、3本指だった、え、3000円って言ったら3万円万円っていう口の動きがあった。そうなのか、これ昭和60年の話だよ。あ、っていうことはすごい結構な金額でしょ、ってことですね、だから僕こんなに言っていいのかなと思った。でもみんながそう言うし、で、あのどちら様も3万円いただいてますってこう言ったら、あ、さようでございますか、分かりました、どうぞよろしくお願いしますと、スーッと通ったので、オーケーになったよったら、そうでしょうって、絶対あなたの笑顔は絶対いいんだからってなことを言ってくれて、それで当日講演会に行ったら、それが喜んでくれて、合計3回続けてあのセミナーをさせてもらった。それがきっかけで、あのほら講師紹介業者ってあるじゃない、でそういうところへお願いしたら、どん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 北海道から九州までどん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 仕事を取ってくれて、で45トータルして39年間で45都道府県回りました。ただ回数は少ない、回数はね1500回ぐらいしか行ってないんだけどね。ちょっと一旦この辺で CM を入れたいので、いいでしょうかね。いいと思う、はい、じゃあその続きはまたね、ちょっと詳しく聞いていきたいと思います。ここで一旦 CM に入ります。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に、 WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。 FM ギノワンからお届けしています、嘘のような本当のは、パーソナリティの久保ひろこと、東京の WOO イーストドクター水素ボトルの北条正弘さんでお届けしております。そして今週のゲストは大阪からお越しの近藤智司さんです。よろしくお願いします。いや、もう智司さんのね、めちゃくちゃ元気でね、元気で、もう本当このね、日本スマイリスト協会、もうこれがどんどん広がって、今は本当にたくさんのところで講演をされてるってことですよね、とにかく日本中をねスマイルランドにしたい、だからスマイルランド日本というのが僕の究極の夢なんだ。素晴らしい、だって93歳で回られてますから、そんな、元気な近藤さんですけれども、ドクター水素ボトルの出会いは、うん、そうなんだよ、あのね、はい、あのドクター水素ボトルに限らず、何か健康にいいものをと求める人は病人さんが多いじゃないですか、で僕もまあ加齢黄斑変性があったけれども、僕は病人という意識がないんで、僕はあの元気な近藤っていうのがキャッチフレーズだから、どこへ行ってもやーやーやーっていうわけで、もうあんたのそばへ来ると私も元気になりますと皆さんがおっしゃってくださるように、だから元気なんだから
何か健康にうんぬんというようなものをする必要があるかないかっていう問題はあるけれども、うん、水素ボトルとの出会いが僕の考え方をすっぱり変えたんだ。おあだってさ、あの初め社長のお話を伺って、うん、であの指で実験血流を見てもらって、あの時のショックったらすごかったよ、はい、だって初め全然動いてないんで、うん、と皆さんもそれをモニター見てる方も、あ動いてませんねとこれが 血管の中なのか、うん、僕は無知だから そんな捉え方しかできなかった、うん、でもあの水素を吸い出して吸ってるわけだ、はい、そしたら誰かが、あ、動いた動いたって大きな声で言ったら、ええどこが動いたのかって僕見ても分かんない、うん、でも社長もご覧になった、おー動いたね、うん、あ動いたんだこれがと思って、うん、で、へーっと全然動かなかった血液がこれを吸ったことでもって動いたという単純な驚きで、うん、僕はもう水素ボトルの虜になっちゃった、うん、それであの代理店の方から購入させてもらってそれを吸った。で初めはバカな質問した社長に、これ一日何回吸ったらいいんですか、うんうんうん、アホだよね、何回吸ったらいいんじゃなくて何回でも吸えるんだよということだ、うんうん、ね、でそれをやってるうちに気づいて、だからあ持ってきてなかったかな、毎晩眠りながら吸入してます、うん、それがだいたい5回6回、すごい。だからということは3時間ですね、うん、これが効果不効果、私が高齢者であるということ なぜか夜のトイレが多いんだよだからトイレ行って帰ってきたら、うんうん、30分ぐらいだね、うん、やってで寝るとまたトイレで目が覚める、うん、そうするともう30分以上経ってるから外してトイレへ行く、で帰ってきてまたスイッチ入れて、うんうん、かけて寝る。でそれを、うん、もう数ヶ月続けてきてるわけだ、うん、そしたら目が、あの2月何日だったか日にちは忘れたけれども、あの目の検診日に行ったら、うん、近藤さん出血してますよって言うの。えって、出血したら失明になる恐れがあるんで、うん、だからあすぐに注射しましょうって、うんうんうん、だけどその日僕注射の予定がなかったからお金持ってってなかった。あの1万5千何がしかかるんだよ、うん、15万何がしのものだからね、うんうん、だからいや先生僕今日お金持ってきてない、お金なんかどうでもいい、とにかく注射しなきゃって言って、うん、もうすぐに手術していって結果的に注射してもらって、それで1ヶ月後に検診したら、あ血液が止まってますと、うん、あ良かったということで過ごしながら、あのそのさっき言ったこの指の実験で驚いて購入した水素ガスをもう積極的に吸った。まあそんなことがあったから積極的になれたんだと僕は思う。だから多分人様よりも多く、普通の人よりも多く吸ってるんじゃないだろうか。でも吸うことがね、もう今や楽しいのさ。すごい、ありがたいよ。あ、何の病名でしたっけ、目は。そのこれ、うん、加齢黄斑変性。なるほど。加齢は年を取るとね、うん、みんななるらしい。なるほど。でこの病気は一口に言ったら治らない病気なんで、あの いろいろあの調べてみたらば、あの治らない病気とは書いてない、うんうんうん、だけどあのなあの悪化しないように注射でとどめるというような書き方をしてある。いやええー、と思った。でもこのあれを吸って、うん、現実に5月には視力がね、あの網膜のこんな風に重なってる部分、顕微鏡撮影なんだけど、はい、そこに水が溜まるわけ、うん、2、3ヶ月で、うん、でこの水を取るために注射をするわけ、はい、と注射をすると減るというのを5年間続けてきた、うん、ところが2月に注射はした、出血したから、うん、で5月の検診日、これが綺麗なの。本当さ、全然水溜まってませんよってから、あ本当嬉しい、ありがたい。僕はもうすぐそんな風に声に出したんですよ、先生の前でも ね。それでこの7月31日の検診、はい、さあどうだろうか。
じゃあこのさあどうだろうか、うん、楽しみでいった行きました。ちょっとじゃあここで一旦 CM を入れてみもいいですか。引っ張りますね。はい、引っ張ります。1月31日。はい、じゃあ CM お願いします。頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル。体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。 WOO イースト株式会社、電話番号03-3527-2211。さあ CM 開けました。近藤さん、皆さんその7月31日の結果すごく気になってますよ。どうだったんですか7月31日の。悪かった2月、うん、2月までは左目が 0.03 だったの視力、うん、0.03、 なるほど。それが 0.1 になって、すごい、すごいですね。水素吸っただけで、うん、もう水素だけだよ僕、栄養剤を飲んでるわけでもない、何年もなく日常を普通に過ごし、うん、ただ水素だけを吸って、 そこで自信を持って僕はこれから、まあ、92歳とは言いながらあと11年間日本全国を公園に回る、もう決めてます、ね、だけどそれには体力がいる。そうですね、いやもう本当に若い頃は、ね、92歳で回るだけでも大変なのに ね公演もされるっていうその体力電車で移動するだけでも大変、ね、いや本当です。でもね、この水素ガスとの出会いでもって そこに自信が持てるようになった。なあ、俺大丈夫だ大丈夫だ。やっぱ疲れもあれですか、回復しやすくなりますか。しやすくなります。あ、やっぱそうですよね。その証拠にね、あの娘がね、折りたたみのステッキを前に持たせて、僕あの一日表で何かやってくると疲れて、駅から家まで5分なんだけど、歩くのがしんどかった。それでそれをステッキは当てて歩いたんだが、今はないですよね。もうそのステッキもう持たない。ステッキ持ってない、そういえば。うね、今日お持ちじゃないですね。持ちたいっていう気持ちは全然ないんで。すご。すごい。だから駅で、駅着いたよっつって、あーおかえりーって。もう最近は娘も大丈夫？体大丈夫？なんて言わない。以前はよう言われたんだけどね。あーおかえりーって。若返りましたね。すごいです。ね、ドクター水素ボトル吸ってどれぐらい経つんですか？5ヶ月。5ヶ月？うん、まだ5ヶ月なんですね。まだ5ヶ月なんですね。もうだいぶ経っての。5ヶ月。2月からだもん。そっか、5ヶ月でステッキまで外しちゃった。なんと。で、とにかくやっぱりね、あの信じることだよ。うん、僕はもうあのボトル今日も持ってきてるけども、その水素ボトルが僕にとっての恩人だ。ね、だからいつも感謝して、くすわせてもらってます。すごいね。だからね、通常は加齢なんとかっていう病気は治らないとされているんです。だって体って若返るっていう前提にはなってないからね、お医者様では。まあ、でも水素を吸っていただくと血流が良くなるから若返るという現象が起こってる。すごい。いうことですよね。いや本当にすごいです、うん、もう今週も嘘のような本当にわっと驚く話がたくさんで、治ったよ、治ったんだよね。で眼鏡が合わなくなって、うん、そういうことですか。だから買い替えようと思ってんだけども、うん、今 0.1 までいった、せめて 0.5 ぐらいになったら買い替えようと、そうしないとまた買い替えなきゃいけなくなるじゃない、すごい。しばらくはこれで辛抱して、もう視力がね回復するなんて ね、まあ、でもねよくあるんですよ。あ、そうなんですか。ラジオのゲストで一番多いのが視力、そう、あの免許証のね、眼鏡等って書いてあるあの制限、あれが取れましたっていう人が一番多いんですよ。だからもう目はね毛細血管の塊ですから。本当ですね。なるほど、それで血流が良くなればいいわけです。すごい。目の周りの筋肉も血流が良くなることすることで調節の能力が上がる、うん、こういうことですね。でも僕最後に一言だけ言いますね、はい、あのね、特に高齢者の方、はい、あのセットしたりなんかするの面倒がある人がいるんだよ、ね、使い方にね、せっかくのいいものを、あのなんて言うんだろう、使わないでおいてしまってる人がいる。そんなもったいない、自分に対して申し訳ないと思わないかと叫びたい。なるほど、うん、
とにかく感謝すること、うん、水素ボトルに感謝する、水素ガスに感謝する、うん、そういう気持ちを持てば積極的に吸入したくなるよ。いや素晴らしい。やっぱね日常感謝を持って過ごしたいと、ね、いやもう本当にあっという間の30分でしたね。近藤さんの素敵な話まだまだ聞きたいですけど、今日はこの辺でお時間になりました、はい、もし気になった方がいらっしゃいましたら、ぜひお気軽にお問い合わせいただけたらと思います。お問い合わせ先はメールアドレスで797@fmginowan.com、 電話番号は 098-943-0094、 ぜひお問い合わせしてみてください。さあ今週もドクター水素ボトルの北条雅弘さんと、ゲストには大阪からお越しの近藤さんとお届けしてまいりました。嘘のような本当のは。それではまた来週もお楽しみください。パーソナリティは久保ひろこでした。ありがとうございました。ありがとうございました。